はい、皆さんこんにちは、ちでございます。フォールアウト3のパート16ですね、やっていきたいと思いますね。さっきのね、固まってましたね。固まってたというか、キャプチャーの方がね、固まってましたね。じゃあね、私はとりあえずハミュートの隠れ家は発見したんだけど、どこなんだ？この辺なんでしょうね。これかな？いや、違うよ。ここだね。あ、全然わかんないわ。このローカルマップじゃね。この辺でね、ダカ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 っていう音がしたんでね、かなりビビっちゃったんですが。ん？まさか敵いる？いないね。一応場所だけ確認しておこうかな。ちょっとこれが終わったらね、メガトンに行こうと思うんですけど、ここかい？あ、なんかくぼみがあるけど、これ落ちたら、あこれだね。今フェンスが見えたね。よいしょ、これかな。あ、これだね。ハミルトンの隠れ家へ行きません。もうこんななんか怖そうなとこはちょっと行かないです。しばらく置いてた方がいい気がする。メガトンね。はい、おお、重いな。すっごい重いよ。すごい重いですね。重いね。かなり重い。すっごい重いんだけど。まあ、いっか。ほい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 。これでね、不発弾に対して、不発弾のようです。適切な工具さえあれば爆発するよう簡単に細工できそうですが、爆弾を処理するとなると高度な専門知識と技術が要求されます。爆弾を解除してみる。詳しく調べましょうか。よく調べてみるとまだ起爆する恐れがあって危険だと分かりました。ほい、いや、もう解除してみましょうね。あ、おめでとう、爆弾処理に成功しました。そんな簡単なんでいいのかい。カルマが上昇しましたね。 The power of the atom。 ルーカス・チムズに報告。さっきのあの保安官ですよね。あ、かなりカクカクだな。この人は入植者なんで、あれ、なんでこんなにカクカクなったんだろう。ルーカスさん、いたいた。驚いたな。お前がやったのか。お前が解除したんだろう。あ、その通りですよ。報酬も求めなかったからな。ここに引っ越してこないか。無人の建物の鍵と権利書だ。メガトンの住民になったってことだ。クレーターサイド雑貨店のモイラに会うといい。いろんなガラクタを持ってるから修理に必要なものがあるかもしれない。はい、ザ・パワー・オブ・ザ・アトム。これで何ができたのかというとね、メガトンで家が持ってました。これね、後に大きく響くんです。正直この世界でね、ベッドがないっていうのは本当かなり辛いんで、本当ね。よいしょ。あ、越えれない。あらららら、あ、越えた。あ、かなり重いね。多分ちょっとパソコンの方の処理がえらい変わってると思うんです。これだっけかな。いえ、違った。あ、ね、自宅って書いてますね。
で、この人があの執事さんみたいな感じですかね。ご紹介させていただきます。私はワッツウォース、ロボット執事でございます。快適で楽しい暮らしのお手伝いをさせていただきます。何かご用はございますか？家に置くものを買いたい。なるほど、確かにもう少し装飾品があった方がよろしいですね。クレーターサイド雑貨店のボイラ・ブラウンにお尋ねになると良いでしょう。生活を快適にする様々なアイテムを取り揃えています。散髪、あ、髪型変えれるのかな。かしこまりました。私は様々なタイプのヘアスタイル形成処置をプログラムされています。お好きな髪型をお選びください。あー、いや、いいですいいですよ。キャンセルってないのかな。はい、いいですよ。あと飲み物が欲しい。ジョークが聞きたい。あー、ジョークね。先生氏が言いました。アルカリ性食品は体にいいそうだが俺には関係ない、どうせいつも中性だからな今の笑うとこみたいですねあ、もう行かないと。いつでもお待ちしております。あ、これこれこれね、見つけたボブルヘッドが置けるんですよね。いや、私今メディシンを1個見つけただけなので、でやっぱりですね、ちょっと電気つけようかな。ベッドがやっぱね、ありますよね、ここベッド。なかったら買いに行かないといけないとか言うとちょっと辛い。今そんなお金ないでしょう。あ、こっちは？あった、よかった。ベッドはありました。で、あと、机の中見てみましょうか。あ、玉がね、あるんですよね。で、キャビネット。カップ、タバコのパック。タバコのパック。いや、いいです。あ、一緒か。あららららら。じゃあね、1時間だけ寝ましょうかね。はい。ね、これでね、体力回復できるんでね、これ、ほんと非常に重要です。はじめね、これを知らなくてね、ほんと苦労しましたもんね。苦労しまくった記憶だけがあるんですけどね。あら？あ、ほんとでもカクカクだな。ちょっとこれは、手短にやめてる方がいいかもしれないですね。一度録画し直した方がいいかもしれないですね。で、外から来ていきなり重くなったんで、外に行ったらどうなんだろう。で、どこに行こう。あ、これがギャラクシーニュースラジオ、ひょっとして。GNR、あ、そうですね。ギャラクシーニュースラジオって意味ですね。そうね。スプリングベール、ちょっと行ってみましょうか。あの、借金取り返したところですね。ダメだ、カクカクだ、カクカクだ。じゃあね、ちょっと早いですけど、この辺で終わっておきましょうかね。ですね、すいませんね、 PC のスペックが厳しいんで、フォールアウト3のパート16ですね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。